あ、は、皆さん聞こえますでしょうか。皆さん聞こえますでしょうか。本当に今日は大変お忙しい中、このような中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。拍手ありがとうございます。最後になりましたんで、とっとと終わらせて、飲み会に移りたいと思いますが、最初から今までね、本当に盛り上がりっぱなしで、皆さん本当に楽しかったと思います。本当にありがとうございました。出演バンドの皆さんありがとうございます。さあ、我々なんですけれども、はい、そんなに言うほど盛り上がる曲を用意してませんので、なんかね、サニーさんのバラードばっかり用意して、いやいやいや、そういう話ではないけど、落としたい、いや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 、お前落としたんです。お前の首芸シュート落としたんです。セーラーの朝だよね。ということで、こういうのもなければ、まあ、いつもね、こういうのばっかりやってるんですけど、ちょっとこういうのも少なめで、皆さんもね、手拍子温かい、手拍子温かい眼差しが、僕らのやる気をですね、嬉しいですね。もう本当、なんかね、聞いてる人の話聞いてる、もう一応無視してる、準備が忙しいんだよ。そうそう、準備、ね、僕はほら、早いからさ、何でも早いんかい、何でも早い、準備、あ、そう。まあ、特にね、レディーシェンカーの皆さん、今、発売中ですかね。ちょっと見に行ってきます。いいやん、お前、着替えてるとこ出してどうぞ、見に行ってきます。いや、いいから、見たらレディーシェンカーの皆さん、わざわざ大阪からお越しいただいて、本当にありがとうございます。拍手、大きな拍手を、大きな拍手ありがとうございます。ありがとうございます。いや、別にだから、東京から来たからどうってことないっていう話じゃないんですよ。いや、本当ね、トミーさんありがとうね。ありがとうございます。トミーさん、聞いてる人の話、トミーさん、聞いてる人の話、ねトミーさん聞いてる人の話、お店いや、ね、だ耳おかしいんじゃん、ね、聞いてる人の話、聞いてる、聞いてる、聞いてる、聞いてくれてるよ、みんな優しいです。ファイブランスの皆さんありがとうございました。拍手、イエーイ、かっこよかった。多分マリアズもまだ気が付かない、ね、あ、見に行きます。いや、気は見かなくていいから。いや、あんな挑発の音を、いや、あ、そうか、あんなホットパンツの気が見てもしゃあないね。ホットパンツの気がいらないでしょ。いや、ちょっと見たいな。いや、お前ホットパンツ、意外と何か足綺麗や、足めっちゃ綺麗やったんですよ、ね、そってたんですよ、ね、そうっす、あれそってんの。慎太郎くん見てて、脇毛もそってんだっつって、脇毛だ、お前こんなのくねっつって。いや、股間までそってたらどうするんだ。素敵、やめろ、やめろと、お前にやめろって言われたもんね、やっぱ。おい、実家燃やすぞ、これ。そうだ、お前、実家燃やすぞ、この野郎。お風呂来いや、お風呂来いやと、ここに来てみんよ、これ。相手になってやるぞ。さあ、準備はできましたでしょうか。あ、もうできたら、早く言うてやで、だなって。時間押してんねんから、早く払わないかもに。何だ、何だ、嘘ちテンテン叩いて、テンテン来てない。え、もうこのまますぐ来てまへん。ね、ちょっと巻きに行かないといけないんで、むしろ今ここの間でもダーッと喋っとけば、もう途中なしで大黒巻きで、大黒巻き、大黒巻き、大黒巻き。さっきのホットパンツ先輩に鋼の心をいただいたんですよ。何を言われたんですか。僕はへっちゃら、本当にへっちゃら。もうね、ハリウッドでなくしましたからね。そうそう。僕ね、ギターなくすの嫌だと思ってね、ここにね、ちゃんと自分で名前ね、早見優って書いたんですね。お前早見優じゃねえだろ、マジックで。で、これね、インスタにアップしたところね、本物の早見優からいいね来ました。よろしゅー。ちゃんとね、恋かな恋じゃないも書きましたね。たありがとう。いや、ちょっと。つい。あ、切られた。大きい声で喋れる。なんか最近あるよね、さっきの調子。いや、お前は言えんといいんだよ、マイク、あ、優しいな、優しいな、もう
さすが。すぐ切る。あ、ありがとう。無駄なこと遊ばない。そうだそうだ。無駄なこと喋らないから。じゃあ今日ねキーボードがちょっとね、あの他のバンドさんもね不調やったんで、そこはね申し訳ありませんでした。本当にすいませんでした。でもね皆様ね本当温かい。普通ねなんか膝トラブルとかあるとねあっとかになるんですけど、みんなすごい温かく、あ頑張るみたいな感じでね。それよかった。誰も聞いてない。おお大丈夫。ね、物販買ってください。物販ね、物販どうしたらいいですか。ちょっとですね。でも機材トラックはね。もう上出してやる。上出してやる。機材トラブルね、皆さん経験あるのかな、楽器をやってたりとか ねすごいテンパるので、やっぱり、はい、皆さんはねさらにねキーボードの女性を追い詰めてあげようと思って、なんでやん、ね、何でしょ、追い詰めてどうすか、追い詰めてどうすか嘘ですよ、嘘ですよ、ただですよ、フンビーお前お前言われてシャツ買ってしまった買ってくださいよ、女ねシャツ買ってしまった、アイアンメイデンローガーね、アイアンメイデンのパクリ、そう慎太郎って書いてある、慎太郎って書いてある、ありがとうございます、あ、来た、フィリピンオーラック、そうそう、それそれ、ほらベースさっきのね、ベースとかでも買ってくれる、この先輩持ってるってことは買ってくれるってこと、いやいや、そっち買ってない、もう一個、あなたの人生、俺の T シャツ一個でいいんですか、何の話しながら来た、あ、来ました、来た、今来たかと、何で来たかと、ベロニキを、じゃあトップとやっちゃいましょうか。ということで皆さん始めさせていただきます、拍手、さっきも言いましたように、僕が喋ったら、小林克也大先生が曲名を言っているようなイメージで、あ、ラジオからこれかかったなみたいな曲になりますので、どうぞよろしくお願いします、拍手、いただきます、Circle Summer 69
もう圧がすごい。爽やかな曲やのに歯で弾く必要ないでしょ。楽しいね。いやいやいや、ブルーススプリングスティーン。違う、これブライアンアダムスやから、ね、間違えるな、そこ。ありがとうございます。いやもうね、大丈夫ですか、フーミギターが聞こえないと文句言ってますよ、ベースが。返しを、あ、返しでいいです。あのもう全然外は上げないでください、ね、うるさいんで。何がしたい。大丈夫ですかね。じゃあよろしいでしょうか。あんまりね、バラードなんか歌わないんですけど、この曲をちょっと歌ってみたいと思います。ボンジョビの Always。 バラに行くねって
ありがとうございます。またの間からギター弾かず初めて見た。しかもこのバラードでバカでしょお前。バカったもうさっきやってたね。ありがとういい薬です。はい、ありがとういい薬です。いや楽しい、今日のイベント楽しすぎて。うるせえわお前、楽しいです。お前一人だけ楽しんでたらこんなとこできたんや。こうやってあのさ、何しとんねんお前。こんなバラード2曲立て続けにさ、最後の番組がやってんの誰を落としたいの。いやいやいや別にお前やって言うの今日はな。おおおおおおお、ね、落として見せるやからね。ありがとういい薬です。やかましたよ。皆さん飲んでますか。飲んでますか、ね、今日もあのね新宿リードの皆さんの売り上げに貢献しなきゃいけない。そう、新太郎くんにも投げていいよ。もう開けちゃおうかな、じゃあね。いやお前が開けてもあんまり大して売り上げにならないの。まあいいや、後で買いに行きます。後で買いに行けな、はいはい、今持ってきてくれてもいいですか。いやいやいや、誰が投げペンしてます。おい違う、お金は俺が払うから。お何のお前当たり前、そこはちゃんと大人だからね。さあ盛り上がったの、これで、はいはいはい、盛り上がったのかな。いやいや分からんけど。でももう一曲ちょっとねしんみりとした曲を聴、いていただきたいなと思います。いいですか、はい、ハートのですね、アローン。
ありがとうございます。ね、80年代影響多い。聞けよ、人並み年。俺80年代生まれだよ。知らねえよ。81年。聞いてねえ。16歳。こんなにね、トゥトゥルテンなのにね。全然後ろあるわ。あるわ。まあ、ちむしゃですよ、こいつ。ありがとうございます、本当にね。ね、新婚さんいらっしゃるの、あれ、お前やめろよ。バンドが違う。この髪型してると何がいいかって、新婚さんいらっしゃる出れるんですよ。そう。そう、出たんですよ、この年前。もう今動画なくなったんですか。そう、今年の頭離婚したけどね。それも別に言う必要なし。騒ぎゲットしたぜ。これは全然言う必要なし。ありがとう。はい、いい質問ですね。本当の話です、ね。本当の話まで。ね、詳しく聞いた後で打ち上げで話しましょう。物販で聞きます。物販は聞かなくてよろしい。教育費があれなんで。うるせえよ。リアルな話してるじゃない。リアル。よし。じゃあ行きましょう。そんな慎太郎に捧げましょうかね、この曲をね。ホワイトスネークの日和上げ。We'll be right back.
名曲出てたな。っていうかお前だけなんかジャンルが違うよ本当に。そう80年代何やねんお前、さっきのマリアに匹敵するわホットパンツに匹敵するわホットパンツ欲しいんですよ。履いてや、履いたら今日面白かったら聞いてるわ。履いてない絶対怒るじゃん。いやいやいや今ね買い募集してるから、うん、知ってる。だからさっき入ったらもう56番ぐらいだった。違う、さっき一人だけやったいるなと思って、先輩方がすげえなと思って。いいラップ勉強だったやろ。勉強だった、すごい、ね、本当にね、あの久々にね、あの僕ね、あの僕も違うバンドやってね、年下ばっかりなんですけどね、まさかの僕が一番年下ぐらいっていう状況が本当にありがたいです。ありがとうございます。年下の方倒ってんじゃねえびっくりした、本当にね。はい、もうあと時間がないですからね。はい、はい、もう溝口さんの面白いプレッシャーすごいよね。さあ行きましょう。最初のバンドもやってましたけどね、バンヘイレンの曲を I Can't Stop Loving You。 We'll be right back.
最高です。もう80年代知っててよかった。拍手。さあ、じゃあ最後の曲になります。いやごめんね、もうほんとこいつ汗だくでしょ、気持ち悪いじゃないですか。もう早く終わりましょう。かっこいい ね早く終わらないともう打ち上げの時間なくなっちゃう。どう、みぞりさんのプレッシャーがビンビン感じてる。打ち上げが2000円で飲み放題。2000円で飲み放題ですからね。ぜひね、こいつの離婚話を聞きたければぜひ残ってください。物販で行きましょう。たわし売りますから。じゃあ行きましょう。先ほどね、一番ドームやってましたジャーニーのドーストビリビン、みんなで歌ってください。